行く下駄あの夏には今さら戻れないの。久しぶりじゃない？確かに。いつぶり？
私服なかなかない。すごい前ぶり。そうなかなか私服でダンスすることないんですけどね。ね、私も衣装よりなんか肌出てる。大丈夫ですか？りんちゃんにこれ安心感あるって言われた。なんか私の知ってる沙織はこれなんですよ。でもなんか最近なんか可愛いワンピースとか着だしたから、なんか知らないと思って。なんか撮影会とかあるとなんかワンピースじゃない？撮影会とかだと。でもそれは可愛いでしょ？わかるでしょ？わかる。だからなんか最近その可愛い沙織衣装とかもめっちゃ可愛いじゃないですか？私たちの衣装。その可愛い衣装の沙織見すぎてなんかあれなんか可愛いなって思ったけど、なんか安心感がある。私の知ってる沙織安定だよね。そう、あ、沙織だなって感じらしいです。沙織だなって思える、ね、みんなそれぞれ私服なんか系統がみんな全然違う。バラバラだよね。りんちゃんはどんな感じ？教師な感じ？いや、私服です。でも確かに働いてる時もなんか授業参観とか見られる時はなんかこういう綺麗めのブラウスとか。そうだよね、着なきゃいけないよね。それで行ったら怒られるよね。捕まる捕まる。でもなんか誰も来ない時、普段とかはなんか全然ジャージと T シャツとかでやったけど、これは綺麗系というか、なんか誰かお客さん授業見に来る時用の授業を見に来るの感じ。生徒生徒。なるほど。ちーちゃんは？ちーはなんか昨日なんかよくわかんないけど断捨離始めちゃって。何今昨日したんだ。服をほとんど捨てちゃって、だからこれしかなくて、デビューを状況を中がなかったんだね。見てほしい。中さ、白いなんか着たいなと思って、うん、ないからさ、アムールの意識高い、意識高い、意識高い、意識いい。服ください、お願いします。服小じきです。山城は？山城いつもこんなの着てるので、本当に上の方にあった私服です。でもこれをなんか今年1年ぐらい着てなかったので久々に着たいなと思って着てきたのはあります。ロングスカートと迷って、でも踊りづらいかなと思ってミニスカート。あー、ミニスカートの方がいいんじゃない？身長小さいし。聞こえなかったことにします。りんちゃん、あ、私はこれ足短いのでロングスカートで隠して、ちょっと出すと短いのバレるから、こういうのと隣に並ぶから、並んだ時に短いのがバレるから、ちょっとこれで隠してます。私は足出してこの服と並べない。私全然並べない。履けよ。みさみさが一番なんかちゃんとなんか夏の新品。かわいい、かわいい、かわいい、ちゃんと水色じゃん。しかもそう、水色してきたんで。かわいい、なんか JK みたいでいいね。りんちゃん JK 好きなの、本当に危ない。この人です。ねえ、この話よりあのちょっと MC 長くなるけど、あのりんちゃんがなんか電車で JK がいて、それの隣に座っていいのかどうかがわからないって言ってて、いいですか私この話して。で電車に乗ってて JK が座ってるじゃないですか。で隣がいてて、私隣に座りたいんですよ。なぜなら JK が好きだから。最低。だから隣に座りたいなって思うけど、でも私なんかが隣に座ったらなんか JK 嫌かなと思って、なんかいや、なんか来たわとか思われたら嫌だから、ちょっとミサちゃんに、そう、ミサイサリ、それめちゃめちゃ真剣に言ってんの。すごい暗い顔して相談してて、何やろうと思ったら、それミサちゃんちょっと話があるんだけどさ、聞いてもらっていいかな。ミサリさんがかわいそう。危ない。そう、ミサちゃんにもし私がメンバーじゃなくて全然知らない人だったとして、私がいきなり電車で隣に座ってきたらどう思う、嫌だって聞いたら、ミサちゃんが嫌じゃないって言ったから、あ、そりゃ嫌だ、嫌なんて言えないよね、そんな嫌なんて言えないよね。座っていいかなって。怖かったよね。危ない危ない、本当に怖いね。私はそれミサちゃんに相談してから、もう堂々と電車では JK の隣に座ってる。今日 JK の隣座ってきたんだって。いや、今日喋りよかったと思う。違うね、別にやましい気持ちがあるとかじゃなくて、あるじゃん、あるじゃん。違う、だって JK の隣が空いてるんだもん。で空いてるんだよ。なんかわざわざ隣の人に、そこ私座りたいんでどいてくださいとかじゃない。別に空いてるから誰でも座れる権利はあるじゃん。そうだよね、そうでしょ、そうです、ね、下心。それにやましい気持ちを持ってるかどうか。違う、私はただ可愛い女の子の隣に座りたい。みんなもあるでしょその気持ち。 JK の人はね、気をつけてください。可愛い女の子の隣に座りたいでしょ。私も同じ気持ちだよ。だからそんな悪く言わないで。はい、まあそんな卑猥な話をしたところで。卑猥じゃないですって。純粋な気持ちで。一つだけ告知しよう。はい、一つだけなんですか。あ、6月27日。あ、その JK の話よりもっと大事なことなんですけど、そうですね。そんな話は忘れて聞いて、6月27日に3周年ライブがあります。イエーイ。チケット買った人、はーい、買って
ってない人今日絶対買ってください。みんな買ってて。正直やな。ちょっと待って、多かったよ。買った人より買ってない人の方が多かった。今日絶対買ってください。買わないと私が電車でまだまだ JK の隣に座るんで。それを防止するためにもみんな買ってください。買ってくれたら嬉しいなと思って我慢して電車立ってるから。絶対そう。絶対そう。早く買ってください。みさみさんのためにね。みさみさんのためにお願いします。じゃあ次はあの5月に出したばかりの曲いきたいと思います。それでは最後2曲聴いてください。ファイト様。眺めるたび好きな
止まらないしろ順調は隠してた涙もよ休みに来てください。それでは最後の挨拶します。以上、私たちアムールでした。